はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、先日ですね、熱中症対策にはクエン酸が効果的ですよでね、お話ししました時にですね、体の組織や機能を調整しているめっちゃ大事なミネラルで、まあ、非常にね、吸収しにくい栄養素であるカルシウム、鉄、亜鉛などはね、日本人に不足しがちですよとね、お話ししました。でこれらはですね、本当に不足しがちで吸収しにくいミネラルなんですよ。でこのね、そのカルシウム、鉄、亜鉛を吸収を助けてくれるのがクエン酸なんですよとね、お話ししました。でもしね、特にそのカルシウム、鉄分、亜鉛といったね、ミネラルの、ね、不足が続いてしまうとね、どうなるかと言いますとですね、骨粗鬆症になる可能性が高くなるんですよ。で今日はそんな骨粗鬆症のお話です。たびたびね、僕の動画ではね、耳にされてると思いますけどもね、骨粗鬆症というのは骨が脆くなる病気です。まあ、僕のようなね、白血病で、まあ、骨髄移植をして免疫抑制剤を飲んでるとですね、骨粗鬆症になりやすいんですけども、まあ、今回はね、この免疫抑制剤を飲んでいない健常な人たち、健康な人たちが、骨粗鬆症になってしまうかもしれないというところに重点を置いてお話ししていきます。まあ、骨粗鬆症はですね、年齢を重ねるにつれて増える病気と言われています。そんなね、骨粗鬆症の症状ではですね、代表的に挙げられるのは、背中や腰が痛い、で背中や腰が曲がる、で背が縮む、転んで手や足や腰の骨もそうなんですけどね、それがね、折れると、まあ、といったものがね、挙げられるんですけども、年齢とともにね、骨が脆くなっていって、腰の骨とかね、その太ももの骨、大腿骨って言うんですけども、そこと骨盤ね、をつないでるその大腿骨頸部というのがあるんですけど、そこが折れてると、人工関節などね、手術をしないとね、歩けなくなるほどになります。でこの病気はね、まあ、特にね、女性に多く見られる病気でしてね、骨粗鬆症患者の 75% はね、女性らしいんですよ。でも皆さん安心してください。骨粗鬆症は予防や治療が可能です。避けて通れる道です。予防策は骨を強くすることです。骨の強度を高めてあげると骨粗鬆症は防ぐことができます。ではどうやって骨の強度を高めていくかと言いますと、それは食事です。ではどんな食事がいいかと言いますと、和食です。和食で骨を強くすることができます。でそしてね、骨を強くしていくにあたってですね、知っておいた方がいいことがあります。それをこれからね、説明しますんでね。これはね、あまり知られてないことなんですけどもね、実は骨ってね、細胞が入れ替わってるんですよ。人間の細胞やね、組織っていうのは古くなると死滅して、新しいものに入れ替わる代謝をね、繰り返してます。これは骨も同じなんですよ。骨にはご存知の通り、カルシウムが多くてですね、食感やね、外見っていうのはね、無機物のような感じですけども、古い骨を壊して新しい骨を作る代謝っていうのはね、体の中でね、日々ね、続いております。医学的には、その古い骨を壊す機能を骨吸収、新しい骨を作る機能を骨形成と呼ぶそうです。でその両方を合わせた骨代謝でですね、我々の骨は一定に保たれています。しかしこの代謝が年齢を重ねていくと崩れてしまいます。それは女性ホルモンであるエストロゲンの減少が原因であると言われています。で、まあ、最初にその骨粗鬆症は女性に多いとね、お話ししたのをね、覚えてらっしゃいますでしょうかね。女性がね、年齢を重ねていくとね、ある時を境にですね、多く分泌されたエストロゲンがね、減少していきます。そのエストロゲンが減少していくと骨吸収が盛んになってしまいます。で同時にですね、骨形成もね、盛んになるんですけども、骨吸収の方がね、盛んになるためにですね、お互いのバランスがね、崩れてしまうんですよ。まあ、この現象は女性が多く見られるということからですね、まあ、骨粗鬆症は女性がなりやすいと言われています。しかしこれには個人差がありますので、一概には言えません。もともとね、骨密度の高い人っていうのは骨粗鬆症になりにくいですし、エストロゲンの減り方もね、まあ、人によって違います。基本的には若いうちから食事やね、運動に配慮して骨を十分にこう蓄積されていってたら、骨粗鬆症にもね、かかりにくくなります。逆にそれぞれのその時代の移り変わりで流行ってるようなその無理なダイエットとかあるじゃないですか。そのまあ食事制限とかをしてね、その変にその偏った食事を教えたらですね、健康のために食事制限をしますとかね、そんな風にしてその偏った食事をしてたらですね、でそれプラスでこれは健康のためにって言っていくらいい運動をしてたとしてもですね、十分に骨の蓄積ができてなくてですね、早い年齢で骨粗鬆症になる可能性もあります。一方男っていうのはですね、加齢によってその骨の量が減少
減少していて、骨粗鬆症になると考えられています。男の場合はね、原因などはね、その不明点が多いんですけども、まあ、50、60で発症して80代でその 2、3割の人がかかってしまいます。そしてその骨粗鬆症になって最初に影響が出るのが腰椎だそうです。腰の骨ね、骨盤ちゃいますよ、あの背骨の腰の部分の骨のことです。その背骨のね、腰の部分にあたる骨の一部がね、圧迫骨折ねします。その骨粗鬆症になるとですね、骨の内側にあるね、界面骨という柔らかい部分から減っていきます。でそしてね、その界面骨っていうのが減って弱くなってしまって、骨の外側を作っている皮脂骨も徐々に減っていきます。そして減っていった背骨の腰の部分にあたる腰椎がですね、骨の密度がなくなっていってスカスカになってきて、上にあるその他の背骨とかね、あの上半身の重さで圧迫されて、こうぐしゃっとね潰れていくらしいです。そんな状態になる可能性が高い人たちがね、現在までにね多くなってきているんです。1970年になって高齢化社会になった日本で、人々の食生活がね欧米化してきて、骨の量やね、骨の質をね、確保保持するための食事がね、日本人にはね保つことができなくなってきたんですよ。ということはですね、日本人に合う食事のバランスが悪くなってきたんですね。なのでね、解決法や予防法としましてはですね、先ほどね和食って言ったんですけども、ちょっとここからね詳しくもっとお話ししますね。まあ、これまでのね、日本の伝統食であった野菜、山菜、魚、干物、豆、米の発酵食品などの骨にすごい最適な食品に触れることなんですよ。まあ、日本はね、本来これらの食材に、ね、恵まれていました。まあ、それによってね、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K などをね含む食事をすることができていました。鉄も亜鉛もそうですよね、十分に取れます。でもその中でも納豆っていうのはですね、その代表的な食品でですね、ビタミン K やエストロゲンに似たイソフラボンっていうのが豊富に含まれています。でそういった食材によってですね、1970年より前っていうのは骨粗鬆症という病気はねあったのですが、症状が出る人が、ね、少なくてですね、まあ、今となったらね大変な病気なのにね、まあ、当時はね、こけただけで骨折なんてみたいなね感じやったらしいんですよ。そして現在ではですね、さらに食生活がね欧米化しているのでですね、若い人を中心に日本の伝統食が敬遠されつつあります。なので、まあ、肉や乳製品などをね中心に使うその欧米食もね、栄養素的には体にとっては大事なんですけども、大切なんですけども、それよりはそれプラス野菜、魚、豆製品をバリエーションをね持たせて調理するのが望ましいんです。1970年の頃にはですね、当時はまだ若かったので、何の気にも留めてなかった人たちがね、あれから50年経って今は70歳前後の人たちですね、人口も多い世代なので、骨粗鬆症患者がね多くなってるのはね必然なんです。でそんな人たちも、まあ、これからね年を重ねていく我々もですね、予防策はしっかりとしていかなければいけません。まあ、最初にお話ししましたけどもね、僕のような免疫抑制剤を飲んでる人間の場合はですね、その薬の関係で、骨粗鬆症になりやすいんですけども、またそれはねちょっと別の話なんでね、今日はちょっとやめておきますけども、でもそんな人たちでも同じように予防ができますので、まあ、皆さんもね和食と呼ばれる日本の伝統食っていうのを少しでも増やしてみてはねいかがでしょうかね。和食もね美味しいですよ。で和食ばっかりも飽きるから、たまにはねピザ食べたりとか、フランス料理食べに行ったりとか、行ったことないからねどこにあるか知りませんけども、あパスタ食べに行ったりね、でハンバーガー食べた次の日はね寿司行こうかってね、回転寿司行ってもいいじゃないですか。昨日回転寿司で魚食ったから今日焼肉しようかとか、そんな風にねバランスをとっていって、でまあちょっとね日本食を多めに食べるっていう風にしていってください。そんな感じでね今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。